トゥドコと、エドアルド・ペレーラ・ロドリゲスは、ブラジル・ゴイアス州、ゴイアニア出身のサッカー選手。カタール・スターズ・リーグ・アルィハイル・ SC 所属。元ブラジル代表。ポジションは、ミッド・フィールダー、フォワード。2003年から、アトレチコ・ゴイアニエンセのユースチームでキャリアをスタートさせ、その後クルゼーロ・ EC に移籍。2009年にトップチーム昇格した。7月14日。 SE パルメイラス戦でプロデビューを果たした。2010年4月27日、コリチーバイ FC へ期限付き移籍した。2011年8月27日、ウクライナの FC ディナムキエフへ移籍金500万ユーロで移籍した。2014年2月11日、母国のグレミオに期限付き移籍することが決定した。2015年1月11日、SE パルメーラスに4年契約で加入した。2020年7月、カタールスターズリーグのあるデゥハイル SC へ期限付き移籍した。背番号は77番。ブラジル代表として 2011FIFAU-20 ワールドカップに出場し、3ゴールを記録しチームの優勝に貢献した。2011年11月10日、親善試合のガボン代表戦で、 A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。